キシは、日本古代の大和政権のもとで行われた姓あるいは、死の一つ。吉氏、吉氏、チシ、たみ氏とも表記される。古代朝鮮において、王、主張を意味する称号、オラキズが、トライ人の称号として、日本で用いられ、やがてそれが生となり、また死ともなったらしい。元織のり長の古事記伝によると、白木の17等の経意中の14位である。 喫氏に由来するとなっており、啓地、義行、吉次とも表記されている。虎来イ啓族が多く、南馬周兵を本拠としていた。この性を持つ氏族としては、大美子命を祖とする。後の南馬喫氏で、この一族に、南馬日高か氏、大草か喫氏がある。くだら人、勤とむりおみをする。後の長喫氏白木王子、飴の日母子を祖とする。 後の三宅騎士の三つの流れがある。日本初期巻第十三には安康天皇によって中された大草加王子に巡視した南馬騎士飛行家不死の話が見え、巻第十四には有力天皇がその日光子の子孫を探し出し大草加騎士にしたとある。この記事は南馬士氏の一族が草壁騎士に改正したあるいは草壁士氏が 南馬騎士氏の分流として成立したことを示している。巻、第18、安官天皇2年には、南馬騎士氏が登場し、三宅の税をしつかさどらしむと記されている。巻、第22には、水戸天皇5年11月に、白木に派遣された、騎士岩金が同6年4月に帰国し、笠崎庭を献上したとあるが、そこには、 南馬キッシ金と表記されており、聖徳太子没後の同31年に再度白木に派遣された時にはキッシ金となっている。さらに、巻、第24の皇玉天皇元年2月には、除名天皇の長子のところに使わされた草壁キッシ金の名があり、キッシ金と同一人物と見ることができる。同様の事例として、水古天皇16年4月に、 筑区に派遣され、随死、廃生生らを出迎えた、南馬騎士郵政は、同年9月随死を送る遣随行使いとして、都会する際には、騎士郵政と表記されている。皇玉天皇元年2月に、国勝つき四国長くだらへの使者として選ばれており、巻、第26区には、斎明天皇2年に、久だ良より帰国して、オウム一羽を献上した。 小山下の南馬騎士国勝ちの名前がある。以上のことから、南馬騎士とは、一族の名前ではなく、いくつもの氏族の集合体ではなかったのか、と考えることもできる。騎士聖一族については、微脱天皇6年5月、小黒騎士がくだらに派遣されており、県随氏、初期の検討氏に任命された者も,も数多い。騎士聖氏族は6世紀から7世紀にかけて、 朝鮮半島諸国や中国の南朝、唐などの諸国へ使者として派遣され、これら諸国の施設の迎え武士も担当し、対外交渉の役割を担った。七世紀後半には他の氏族からも登用され、この方面での騎士の役割はなくなった。天武天皇10年1月に、大山状の草壁潮型が、小西騎下の位と南馬連の姿勢を賜り、同12年10月には、 草壁騎士氏が三宅騎士氏らと共に、連の姓を与えられた。同13年10月1日に発色の姓が制定され、12月には長日の三宅連一族が少根姓を、翌14年6月には南馬連一族が忌み木の姓を授けられているが、残りは連、騎士姓のままであった。騎士は8世紀以降も摂津国東なり、 西成領軍の氏族として存続し、南馬間での外交儀礼を鑑賞した。北山省によれば、安倍氏に率いられ、大城祭の際には、騎士舞を創上した、という。俗日本騎巻、第26によると、天平神後元年ルー10月、趙徳天皇は、道教に、大城大臣前寺の位を授与した後に、湯気寺に行行して、と後高来の落と、 黒山桜み支部のイを演奏させた、という、ありがとうございます。